安定して収入入ってくるし、価値も下がらないし、資産になるっていうのが分かったので、もうそっちに舵を切って、自分の人生一回じゃないですか、はい。木村さんは、なんかこう上場企業にお勤めだったっていうのね。そうですね、28年間、大学卒業して28年間、一社でずっとやってきました。ずっとよくやりましたね本当に。もうちょっと改めてなんですけれども、上場企業を、まあ、ずっと勤めてれば、安泰というか、そういう状況だったんですか？そういうわけではなく、まず安泰っていうことはまずないと思っていて、まあ、一応でも私は上、ね、会社は上場企業だし、はい、親会社持ってる株式関係でいうと、まだ安定してるかなと思われてましたけど、でも何起きるか分かんないなと思ってます。でもなんでこう辞めたのかっていう理由なんですけれども、ちょっと改めてお聞きしてもいいですか？まあ、いろんな理由ありますけどね、まず自分自身のことを言うと、もう辞めるって決めたのが45歳だったと思うんですが、はい、50で辞めるぞと、もうある程度やりきった面があったし、あとそこから先をやってても大体もう、もうやることも見えていたので、自分の人生一回じゃないですか、同じことをずっとやるのもどうかなっていうのがまず自分自身の問題としてありました。あとは会社残ってた人としても、いわゆる待遇とか収入という面で、もううちの会社はね、52歳だったかな、でそれ以降は給与下げますよっていうのはもう決まったんですよ。社内規的に、内規的に、はい、どうしてかっていうと、ちゃんと理由も書いてました、はい、やっぱこれから若い人に入ってくるし、あと52、3歳ぐらい過ぎると子供もね大きくなっていって、必要な生活費も下がるだろうしとかって一応書いてましたよ。それで組合に提出されて、組合も OK、 今いろいろありましたけど、決まって、それがちょうど私が行った時になって、あ、そういうもんなんだなと。大体2割から3割下がるんですよ。であとはやっぱりそうですね、60かな、まあ普通定年になりますけど、まあ言ってもそこまで本当にやるのかってありましたけど、あと会社としても残っててもいいような嘱託制度ってあるんですけど、給与半減ですよ。で半減になって、かつ元の10歳ぐらい下の部下とか後輩から仕事を指示されるんですよ。絶対やりたくないなっていうのはありましたね。いろんな要素があったそうですね。まあ、あとはそうですね、毎日朝から満員電車に揺られて、乗ってましたよ。東京で片道1時間25分。あ、結構乗ってた。そうですね。50歳でしたっけ？ええ。までずっと。そうですよ、そうですよ。なるほど。はい。で、夜遅く帰ってきて、残業規制もまだ始まる前でしたから、この生活がずっと続くとはもうゾッとしましたんでね。先が見えてしまった。そうですね。で、自分やっぱり他にもいろいろやりたいことがあるし、だからもうこれはもう、45の時かな、もう決めましたね。でそこから不動産も増やしていって、50で辞めるぞと決めて、まあ、結果で51になりましたけど、51で脱サラ、まあ、でもそれまでにでもある程度その資産をちゃんと構築していったからこそ、そうですそうです、何か大きな問題が起こらずに辞めることができたっていうことですよね。そうです、そうです。でも逆にその資産を構築していなかったら、まあ、ある意味こう退職する、ね、会社を辞めるっていう選択は非常に難しいでしょう。その時から転職してなんてのは難しい、現実難しいですよね、年齢的に。何もしながら着実に資産を構築していくっていうことがやっぱり大切だなっていう、そうですね。私の場合41歳で不動産投資を始めて、45である程度いければ、これはもっと大きくすれば普通にそれで生活できるし、アパートマンションのね、家賃収入の硬さ、もう実感してたので、安定して収入入ってくるし、価値も下がらないし、だからそういうこと、70歳80歳になってもね、ずっと生活を支えてくれる
資産になるっていうのが分かったので、もうそっちに舵を切って、まあでもすぐに辞めずにね、サラリーマンに行った方が規模拡大しやすかったので、ああなるほど、うん、そういうことです。そう、それから3棟4棟5棟目で買って、そして辞めたって感じ。じゃあ後半は本当に不動産投資をするためのに、まあ、サラリーマンで残っていらっしゃったということですよね、はい、そうですよ、そうですね、意識ながらね、言わないし、もちろん会社では真面目にやってたし、成果も出してますし、でも意識の中ではもうメインは不動産。確かに。でもし僕ちょっと疑問だったのが、まあすぐにこう脱サラっていうふうにならなかったのは、やっぱりこう融資の面だったりとか、そういった面で有利だから、まあ、でも始めた頃はですね、そんな情報を今思えば持ってなくて、どこまで広げられるのかとか、はいはいはい、どれぐらい硬いものなのかって分からなかったんですね、はいはいはい、やってってやったんだろう、今だからこそっていう部分。ああ、そうですそうですそうです、はい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 、ありがとうございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではこれからの時代、会社に頼らず経済的自由を得て、あなたの理想とする人生を送るための方法を配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。